お元気ですか？ボクシュミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2024の開封動画後編の9パック開封していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。パルクールの泉ひかり選手でございます。で、バドミントンの渡辺裕太選手でございます。のキラでご、あ、ごめんなさい、普通のでございます。失礼いたしました。で、こちらがね、スポーツクライミングの森愛選手でございます。こちらがね、キラカードでございます。失礼いたしました。カーリングの上野由衣選手でございます。日本ハムファイターズの万波中正外野手でございます。で、巨人軍の菅野智之投手でございます。2袋目でございます。あと、すみません、ちょっとハサミがね、滑ってしまいました。失礼いたしました。では改めてね、2袋目でございます。バドミントンの松山奈未選手でございます。バスケットの山本麻衣選手でございます。ラグビーの堀江翔太選手でございます。ボクシングの井上尚弥選手でございます。ハンドボールの本木弘樹選手でございます。ちょっとごめんなさい、ちょっとね、落としてしまいました。はい、で、キラでございます。で、プロ野球の岡林勇希外野手でございます。3袋目でございます。空手の、田中、里奈選手でございます。こちらですね、はい、こちらは新極真会のね、選手の方でございます。セーリングクルーの吉岡美穂選手の、キラでございます。で、柔道の阿部詩選手の、金箔サインカード付きでございます。こちら100シリでございます。スポーツクライミングの安楽宙人選手でございます。で、阪神タイガースの中野拓夢内野手でございます。陸上競技の北口春花選手でございます。北海道出身でございます。4袋目でございます。卓球の伊藤美誠選手でございます。プロ野球の、読売巨人軍の岡本和真内野手でございます。カヌーの、羽田拓也選手でございます。ボクシングの岡澤セオン選手でございます。キラでございます。ガーナ人の父と日本人の母のこれ、ハーフでございます。で、元ソフトバンクホークスの松田信弘内野手でございます。飛び込みの、荒井祭り選手でございます。
5袋目でございます。ちょっとね、余計なものがね、移ってしまいました。失礼いたしました。バスケットの浅山翔吾選手でございます。弓道の葛城美咲選手でございます。スポーツクライミングの森愛選手でございます。バスケットの山本舞選手のこちら、あのキラでございます。ハンドボールの土井二礼安里選手でございます。ちょっとね、カメラがね、映ってしまいました。失礼いたしました。日本ハム、元日本ハムファイターズの稲葉篤紀外野手でございます。ちょっとね、映像がちょっとぼやけてしまったのでね、改めて紹介します。北海道元日本ハムファイターズの稲葉篤紀外野手でございます。現在は日本ハムの二軍監督でいらっしゃいます。6袋目でございます。卓球の早田ひな選手でございます。サーフィンの増田志乃選手でございます。これキラでございます。で、中日ドラゴンズの中田翔内野手のカードでございます。横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明投手でございます。で、飛び込みの玉井陸人選手でございます。で、バスケットの、これニック・ファーディーカス選手でございます。7袋目でございます。アーチェリーの野田さつき選手でございます。で、陸上競技の北口遥選手のこれキラでございます。加納光輝選手でございます。フェンシングエペの選手でございます。柔道の、橋本壮一選手でございます。プロ野球の岡本和真内野手でございます。読売ジャイアンツでございます。で、お待たせしました。直筆サインカードが出ました。元中日ドラゴンズの平田良介選手の直筆サインカードでございます。こちら90種類でございます。はい、では改めて8袋目でございます。柔道の阿部一二三選手でございます。ポーカーの岡本椎名選手でございます。元楽天イーグルスの島本博捕手でございます。
元サッカー日本代表、サッカーミッドフィルダーの松井大輔選手でございます。で、柔道の阿部詩選手でございます。のキラでございます。山下俊平太投手でございます。オリックスバファローズでございます。最後の9パック目でございます。柔道のウルフ・アロン選手でございます。で、空手の鈴木みひろ選手でございます。新曲会の、選手でございます。大野雄大投手でございます。中日ドラゴンズでございます。バドミントンの東野有沙選手でございます。木田でございます。広島カープの森下正人投手でございます。ダンスの、中来茂幸選手のこれカードでございます。はい、これが最後でございます。はい、以上で BBM スポーツトレーディングカードインフィニティ2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。途中でちょっと映像がね、ぼやけてしまったことを深くお詫び申し上げます。最後はね、こちら元中日ドラゴンズの平田良介選手の直筆サインカードを見ながらお別れとなります。これ結構ね、面白かったので2袋目ちょっとねやりたいなと思います。あと90周年カードももう一箱やりたいなって気持ちもありますし、あとまたね新作も出ましたので、それと踏まえて11月にやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。